クリスチャン・プレスはデンマーク・オーデンセ出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス65位、ダブルス172位。サービスとフォアハンドストロークを最も得意にする選手。プレスは7歳の時から兄と一緒にテニスを始めた。ジュニア時代、彼はデンマークの男子選手として史上初のジュニア世界ランキング1位になり、1999年、 全豪オープンジュニアで単服優勝を飾った。1998年と1999年に世界スーパージュニアテニス選手権大会男子シングルスで2年連続優勝したこともある。1999年にプロ入りし、直ちに男子テニス国別対抗戦デビスカップデンマーク代表選手に選ばれた。 2000年シドニー五輪のデンマーク代表にも選ばれ、シングルス2回戦で、オーストラリアのマークフィリプーシスに4から6、4から6で敗れた。2年後の2001年全仏オープンで、プレスは4大大会本戦に初出場し、この年は2001年全仏オープン、ウィンブルドン選手権、全米オープンとも2回戦まで勝ち進んだ。しかし、デビスカップ出場は2001年が最後となった。 2002年全豪オープンでは、初の3回戦進出があったが、これが彼の4大大会事故最高成績である。その後は、故障による長期間の低迷などもあり、ATP ツアーでは、シングルスダブルスともに優勝がなく、決勝進出もなかった。プレスは2009年に現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。